こんにちは、トモスです。皆さんにお聞きしたいんですけれども、日本のお米って聞いて思い浮かぶ品種って何ですかね？そうですよ、コシヒカリですよね。で、コシヒカリって聞いて思い浮かべる県っていうのはどこですか？そうですよね、新潟県。新潟県の魚沼産コシヒカリっていうのがやっぱり有名ですよね。でもね、実はコシヒカリを開発したのは新潟県じゃないんですよ。コシヒカリを開発したのは実は僕のこのダマスの出身地である福井県。福井県がコシヒカリを開発したんですよ。じゃあなんで福井県っていうイメージがないのかっていうと、コシヒカリを福井県が開発した当時、コシヒカリはコストもかかるし手間もかかるということで、生産を断念したらしいんですよね。で、それでそのコシヒカリをの生産をその新潟県になんか渡したらしいんですよ。それでもう案の定今の結果ですよね。新潟県をうまくやりましたよ。まあそんなね、ずっと煮え湯を飲んできた福井県がついに今回やりました。コシヒカリを開発した福井県がコシヒカリを超えるお米を開発しました。そのお米がこちらです。いちほまれ、いちほまれっていうお米らしいです。で、このいちほまれ、この後ろにも書いてあるんですけど、コシヒカリを生んだ福井県がその上を目指し作ったいちほまれ、約20万種もの苗を植え付け選び抜き育て上げた至高の名作です。粒感と粘りとの絶妙な調和、お口に広がる優しい甘さがたまりません。っていうことで、なんかおかずがいらないくらい美味しいらしいんですよ。まあそれはね、福井県が作ったもんだからうまいに決まってますよ。ということで、今回はこの美味しいお米を土鍋で炊いて食べてみたいと思います。行くぞ。オープン。うふう。どう？うまそう。ちゃんと炊けてる。ちょっと焦げたけど。お、いい感じ。でもぜ、あ、ちょっと焦げてるな。ほら、いい感じ。うまくない？どの鍋で炊くの。いただきます。はい、これがいちほまれ、福井県産
最強の米コシヒカリを超えるいちほまれです。ちょっととりあえず食べてみますね。うん、甘みがめっちゃ甘いよ。匂いもいい。うまっ、めっちゃうまっ。どうぞ。いや、マジでうまいってこれ。全然おかずいらん。いや、ほんとうまいってこれ。この米、あのコシヒカリよりちょっと水分量少ないかな。まあ、ちょっと炊け方もあるかもしれないけど、甘さが引き立ってる。甘い。な、甘いよな。甘い。うん、うまい。ちょっと梅干しで食べてみよう。これあのダマスのばあちゃん、みゆきちゃんがつけたやつ。やるわ。これめっちゃ酸っぱいから。シソムぐらい。シソム。カラカラやぞこれ。なんでこんなカラカラ。酸っぱい。じゃあこの梅干しマジで酸っぱいんやって。あの田舎梅っていうの。酸っぱい。酸っぱいけどうまっ。うまっ、めっちゃうまっ。やっぱね、土鍋で炊くと違うよな。ということでこの米めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいですわ。いちほまれ、やっぱり福井県が開発するだけありますよ。めっちゃうまい。よかったら皆さんもあの多分ネットでも買えると思うんで一度食べてみてみは一度食べてみてはいかがでしょうか。本当に僕おすすめするんで、よかったら食べてみてください。では今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。またこれゆっくり食べますね。さよなら。